はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで、グレンリオ南のなんかゲルト海峡抜けてなんか南へ向かえみたいな話があったんで、今回はそこ、とりあえずここまで来ました。まあ、ちょっと前回から、ね、場所的には変わっているんですけども、雲上湖、略して雲湖に行けばいいと思うんですけどもね。そう、パクレ警部どうなった？あそこ扉にね、閉じ込められたパクレ警部、確かに。ここはランド山脈。あ、もうなんか敵に立っちゃったな。さあ、窓ハンドか。さてと、やっていきましょうかね、メラ。まあ、ちょっと、そう、MP と HP 回復してるんだよね、だから。ドルモーはお前唱えれんのかよ。それ、ボス戦でやれよ。こんなもんじゃな。ボス戦でやってくれよ。まあ、あれなんで、まあ、あと、あんまり戦いすぎてもあれだけどな。さっきみたいにちょっとね、楽に勝ててしまって面白くないか。まあでもちょっと、でも敵もやっつけないと、お金が入んないから、ダルモア。レベルが違う、レイドスだけ。ちょっと、お金が入んないから、バトルもやっていかないといけないんでしょうね。てか、さっきほんと宿屋行けばよかった、一旦宿屋に行くべきだったんだ。まあ、いいでしょう。ちょっと、おう、挟み撃ち。まあ、宿屋行かない。窓ハンド立ち、あ、2匹か。なんかここで窓ハンドが窓ハンドらしい攻撃が全くできていないけど、ここ増殖していくみたいなことができていないので申し訳ないんだけど、ここさあ、いいよ。これで落ちるかな。落ちなかった。増えるか。増えてどんどん増殖させて一気に倒してね、レベルアップ見たところでいいのかと思ったけど、ただもう落ちそうだな、これ。いいよ。よし、そしてイワンがこのタイミングで、へっへー、よし。お、レベル上がった。レベルも17か。はっはー。いやー、スキルパラまだいいかな、もう。いいね。ここを南、あ、ランドン山脈を目指すんだよね。だから今ちょっと、MP が回復したから、あんまりね、ランドン山脈で多分ボスとまたやるだろうしな、竜みたいなのがいるって言ったし。あ、宿屋あんじゃん。宿屋。こんなところでもすげえな、最近のゲームって。こんなね、いいな。ここで休めんのかな。ここルーラストに記憶されたな。マジか。海峡バンジー。あ、マジで30分っていうのはリアル時間か。リアル時間30分。はあ、はあ、はあ、なるほど。やるけど、ちょっと待って、ここで宝箱があるんじゃん。おお、なんか、音がないのが不気味。BGM がないのが怖いな、ちょっと。え？話せるよね？え？話せない？話せるか。よし、ちょっと休もう。休んで、1分でもちょっと無駄にしたくないの、さっきの。なんか、BGM がないのが不気味だけども。よし。で、ここで、あれか。ガミル語の縦島。はあ。なるほどね。じゃあちょっとお祈りして、とりあえず、よし、 OK。 よーし、 OK です。じゃあ次、なんか宝箱あったから上に行ってみるか。こっから外にどっか出れないかな。なんかね、さっきの宝箱こうかで、多分これで OK。 なんだ、小さなメダル。お、今回初ゲットが小さなメダル。よし。で、この BGM がないのはちょっと何なんだろうな。ということで、ここでバンジーをしていけばいいか。道具屋、そうね、道具屋、アモールの水がちょっと欲しいかな。一応まあ回復役はいるとしても、まあこんな感じで、じゃあバンジーしていこうか。はいはい、30分以内にだから、あのボスとやればいいってことね。あのボスは竜か、次なんか出るって言った竜かな。これは正面、お客さん、あ、言うんだね、はい、正面に奇妙な形をした島が見えるだろう。あの島はガミル号の縦島って呼ばれている。なんか元中日の助っ人みたいな名前だな、バジエド。遥か昔、
ガートラントとグレンの王が同盟を誓い合った場所なんだそうだ。ほう、詳しいことさ、それより始めるよ、カウントダウン。あれ、ちょっとこれ大丈夫か今の。なんかどっかで聞いたことある言い方だったな今。スリー、うわ怖え。ワン、バンジー。どこ、うお気持ち悪。絶対バンジーとか無理だよ。一回熊本の、はいよ、 お疲れ様。眠ってた勇気は目を覚ましたかい。はい、また気が向いたらいつでも海峡バンジーに挑戦しに来てくれよ。はい、いやー、昔熊本のね、なんかなんだっけな、あれなんて言うんだっけ、ラフティングみたいな、あの川をこう下っていくのがなんかあって、友達と行ったんですけどもね、その時8メートルぐらいのなんか崖みたいなとこから飛び降りてっていう、そういう体験できたんですけど、めっちゃ怖かったもんな。熊本のあれどこだっけ、阿蘇ファームランドの近くのなんかラフティング体験みたいな、なんかこうね、ボートでこう漕いでいくみたいなとこなんですけどもね、その時も怖かったなあれ。うん、でも楽しかったな。もうほんと周りの小学生とかはもう躊躇なく8メートルの崖から飛び降りてたからな、ほんと。もうその点僕なんてほんと恐ろ恐ろとゆっくりゆっくりとね、降りていった記憶がありますけども、懐かしいな。あれもう7、8年、10年は言い過ぎか、結構前だもんな。ランドン山脈で、ここでなんか竜が出るみたいなこと言ったけどね。さあ、お、やっぱ雪じゃん。雪じゃんって言ってもあれか、なんかやっぱ雪だよ、雪。やっぱこういうとこでもなんかね、物語後半に、本当は物語後半になんか来るべきとこなのかとか、なんか考えてるするけどね。こっちか。こっちか。ねえ。あ、でもいいや。お、ん？あ、なんだ、ただ草かなんかあるかと思った。さあ、どんどん行こう。もうサクサクと行こう。もう敵もどうせ叩くて、雪の描写綺麗だな、これ今更だけど。あんま敵もいないな。うわ、なんかめっちゃ綺麗だな、なんか。めっちゃ改めてだけど、あれなんかこう、なんとなく。うわ、なんか来た。万年雪。いやー、なんかやっぱ雪の描写ってとか、やっぱすごいな、ゲームの進化ってね。なんか僕もやっぱりこう年齢的に30代なんでね、もうスーパーファミコン世代ですけどもね、そっからこうも変わるかっていう、ほんとグラフィックの進化とか、まあ、ネットの発達もそうだけど、なんかそんな、なんか時代が移り変わるっていう時代を生きてきたっていう言ったら大げさだけど、なんかビッグフットみたいないるなわけでございますけども、なんかこの、おお、すっげえ綺麗。あ、小さなメダルか、よしよし。で、このビッグフットみたいな敵、敵ですね。ってビッグフットじゃあれか、ベロリング、イエティか、ベロリンマンになるんだ。ベロリンマンはドラクエ4か、強い。あ、さっきの敵よりも、あ、てか、そっか、今攻撃力が上がってんだ、30分間なんだ。これやっちゃおう、え、よしよし、やっちゃおう、やっちゃおう。そっかそっか、今30分間、そっか、上がってんだ攻撃力ってか、あれが戦いなんか、ドルマ、よしよし、いけいけ。てかもうさっきボス戦で使えよ、そういうの。なんでさっき使わなかったんだよ。ちょっと素の攻撃が強いな、イエティ。ちょっと強えな、失敗したらこれ負ける、もしかして。やだな、これ強えな、単純に。俺に怒るんかい。よし、いや、さっきのボスより強いぞこれ。さっきのなんだっけ、オーレン、オーレンよりもこれ強いんじゃないのこれ。おお、まずい、死ぬか。いや、でもちょっと次エイドスが回復してくれることを信じて攻めよう。エイドス回復を頼む、回復を。そうそうそう、よしよしよし、これが連携技。ただ70でもちょっと怖いな。だよねー。ちょっとエイドスには回復役に回ってもらうとして、ちょっと攻め、あー、ちょっとテンションが終わった。ハイテンション、ちょっとエイドスに回復を頼む。やべえ、まさかボス戦前にこんなことになるとは。氷の息なんぼだ、全体だよね。33、まあ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 、もうちょっとで勝てるか、勝てはするから。よっしゃ、あぶな。ちょっとね、安易に敵、おお、250、結構でかいな。
もう1レベル上がるか、これ果たしてレベルを上げるのがいいことなのかどうか自分でもちょっと疑問に思えてきたけども。満タン、満タンで濃い意味がないからだよな。どうなんだろうこれ、他のね今動画見てる人からしたらこのプレイはどう映ってんだろうな。上手い下手というか物語の進め方的にはこれで合ってんのかな。よしさ、うんこに行きました。ここでアイテムゲットして、氷の樹木。あ、危ない。どうすこうやってテイラストン、よしよし。あれ旅の扉これ、旅の扉じゃん、懐かしい。でどうなの。あ、ムービーか、かわいいな。あー、これの雫ってことか。なんか来た。おー、なんか強そうなん来たぞ。これが、ま、あれか、言ってた竜か。これに勝たないとダメってことね。はいはいはい。水流ギルギッシュは強そう。これはレベル上げ、こっちが本丸か、レベル上げといてよかったかもしれない。よし、まず眠るかどうか、まず眠るかどうかだ。2回か3回やってダメなら諦める。ドルマさっきまで使ってなかった技使うな。おお、まあ、16か、やっぱいいな。ディフェンス硬いとやっぱ戦いやすいな。ラミーフォン無理かな。そもそもボスにあんまりありことない。よし、じゃあ普通にやっていこう。さあ、多分さっきの敵よりは強いのは水流だから、多分炎なんかイメージとしてはシャドウは効かない感じがする。そうそう、どんどん押せ押せ、シャドウ。15か、地味に痛いな。イオで30にはメラの方がいいか。よし、あざーす。やっぱあんまり効かないな。本当だ、これも後から戦うとやっぱりレベル、敵のレベルも上がってんだろうな、これ。ドルマ、ドルマがね、思えてるのでかいよな。エイドスに、まあエイドスに怒る分には全然、構いません。おお、エイドスは自分でなんとかすると思う。ほら、多分30分ってリアル時間だな、これ。どんか、あと何分なんだろう。フリーズドロー、おーっと、これ全体攻撃でこれは痛いな。さすがにちょっと回復するか。全体攻撃で30超えると一旦消費しちゃうもんな、これ。よしよし、次攻めれるか。よし、静まった。じゃあ攻めましょう。ギルギッシュかっこいいな、中二心をくすぐる。さあ、おお、危ね。なんかこの50っていうのがテンションのあれなんだろうけど、ちょっとやっぱ怖いな。50食らったのか、一緒になっちゃう。よしよし、どんどん押していくしかない。さあ、で、スカラ、スカラ、いやスカラか、そんなん使えんだ。まあまあ、ただスカラってでも物理攻撃に対してのあれと思うんだけど、あんまり大事ですね。こっちは魔法推しだから、あんまりスカラの効力としては影響を受けない気がする。もう黄色になった。よし、だいぶ削ったな。この誰か仲間なんのかな。正式なメンバーが欲しい、正社員が欲しい。アイスブレス、ブレス、アイスブレス。まあ平均銃そんなもんか。なんかね、これエイドスみたいなね、このバイトじゃなくて、バイトじゃなくて、なんか正社員の仲間が欲しい。多分オーガの
村があるって言ったらそこで誰か連れてけんのかな。ねえ、さすがにね、主人公だけでちょっと心細いから。最初みんな誰をな、マヌーサ、マヌーサもだから魔法で魔法攻めで、ね、マヌーサあんまりあれなんか影響ないよな。これ相性いいの、誰相性はいいか、この敵とね。マヌーサとかスカラとかね、打撃系のキャラクターだとちょっと影響受けるけど、魔法系だからな、スカラも魔法関係ないしね、マヌーサも関係ないかな。非常にいいスタートというか、いい街を選んだのかな。フリードロップはちょっとまずいやつだね、だから。まあでも押し切れるか、あとちょっと押し切る。エイドス多分回復するだろう。よしよし、まあ次エイドスさんが回復してくれることを祈って、まあこれで落ちるかもしれんよな。まだでエイドスに回復してもらえる。キャダルコ、まあ、そんな、ちょっと待って、キャダルコはちょっとまずい。キャダルコとか使うのか、ちょっと回復しとくか。さすがに守る水は取っといて買ってってよかったな。もしもし、キャダルコ連発とか来たら嫌だけども、まあ大丈夫か。もし通常攻撃なら大丈夫。さあメラ、もうメラ押し。エイドスもドルマ使えば落ちんじゃないのこれ。そろそろよし、勝ったということで勝利でございますね。危なげなく、ちょっと一瞬フィヤッともしたけども、いやよしよし。水流討伐、なんかすまんな。別にお前が何か街を荒らしたとかそんなんじゃないんだけどね。おお、これの雫をだからゲットすればええってことね。これで完成と。グロリスの雫、グロリアス。うん、やっとやっと。じゃああの時なぜなんだことが、やっとなぜなんだこと。許せ。ということで、うんこクリアですね。これでもどれ、あ、たまにテンションアップ、あ、たまになんだ、あ、そういう効果なんだ。ということで、終わったんで次は戻っていいのかね。次もう戻っていいのであればグレン城へ戻ろう。よし、じゃあ戻りましょう。ということで、ここで一旦切りましょうかね。以上、パルプンテジルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。